はい、どうぞ。ちょっとね、まあオークションがおりまして、もう店じまいするところはしてるんで、ちょっとね、トロさんのちょっとこの T シャツコーナー、はい、見ていこうかなと思うんですけども、こんなにがっつり多分置いてるの遠野さんぐらいですかね。うん、まあ、やっぱ長野だから持ってきやすいというかね。はい、さあ、ボンジョビの、ボンジョビだね、2万2000ですよ。はあ、いや、ジョーダンもある。あ、ほんとだね。え、ジョーダン1万8000。1万8000、すごいね。今 T シャツがめちゃくちゃしますね。サウスパーク、あ、ほんとだ。もうなんかユニフォームみたいな、確かに生地がね、サテンみたいな、なんかツルツルしてるな。シンプソンズかね。ああ、シンプソンズ、しかもなんかラーメンマンみたいになってる。本当にそんなみたいなね。これが何かをね、予言するかもしれないですけど。わあ、あるぞそれ。あ、おー、え、あ、すごい、サフォケーション、デスメタルバンドですね。原口好きな。うん、1万2000円でサフォケーション、かっこいいじゃん。え、買えば。XA だったよ。ダイツさん、あれ、あれですよね、 T シャツもこれガラガラいけるっすよね。ほら、いけるっすよ。だって、でも緑出したら無料でしたっけ。緑出したら無料。おしんでしょ、今日3回やってる。サポーケーション確かありっすね。あ、オズフェスト、かっこいいな、これ。オズフェストだ、あれ。あ、ほんとだ、コーンとマリリン・マンソンが減ってるな。シェビールとかディスターブとか、え、すごいね。うん、で、オジがこうね、いるっていう。これが1万2000円。ボブマーリーとかね。まあ、ボブマーリーこういう時結構出てくる。確かに。わ、ブラインドガーディアンとか。全然知らん。ね、何そのマジック・ザ・ギャザリングのドラゴンカードみたいな。そうそう。なんかメタルって大体こういうなんかあのドラゴンと人間の戦いとかなんか感じのジャケが多くて。ロード・オブ・ザ・リング的なノリの。そうそうそう。へー。サーレー・ダビッドソンみたいな。あ、そう、スタロ、ね、ストラト・バリウスとか。こういうシンフォニックメタルだよね。こういうのも。もうこういう扱いなんですね。へー、面白いですね。おお、ソウルフライ、ブラジルのね、マックス・キャバレラとかの。あー、すげえ。いや、ハンマーホールとかですよ。ハンマーホール、いや、すごいな。メタルでなんか似てるでしょ、なんか大体似てる、雰囲気似てるわね、騎士とか作者に同じかと思っちゃう。いや、確かに、いや、あんのよ。すごいね、これ、よう集めました、これ。こんな、あ、メガデスとかね。これかっこいい。これは結構ね、まあ有名なスラッシュメタル四天王。これかっこいいわ。うん、え、それ普通に、え、それいくらですか。これ着れば2万5000円ですか。あ、いいじゃん。アンビルで L。 おお、クレイドル・オブ・ヒュースね。クレイドル・オブ・ヒュース、かっこいいな。ハリノデス、ね、メロデス、ハロウィン、ハロウィンだね、ハロウィン、ハロウィン1万2000円。俺んちあんじゃねえかな、モーターヘッドとかね。9000円だって、ちょっと安く感じちゃうね。まあ1万2000、1万2000円と来て9000円はね。ピンクフロイド、ピンクフロイドも人気ありそうね。8000円。ローリンソーとかね、なんかキスとか、うん、定番のやつもね。あ、まあメタリカスとかね。これだいぶスルだって。あ、かっこいいな。2000年のだ。いいね、すごいね、これかっこいいわ、ね。メタリカやっぱ人気なんだね。あ、まあ、スレイヤーですね、やっぱね、このジャケの。うわー、サイズ感がちょっとだいぶ小さいな。シーズンズ・イン・ザ・アビス、これね、このアルバムですね。原口が来たら、へそ出ちゃうな、多分。確かに。ラプソディとかね。あ、メタル多いっすね。そして、まあ、もう言わずな、スリップロック。うん。切れてますね、これ。でも、味あるね。味ある。女の子来たら可愛いんじゃない、これ。確かに。1万8000円。これ、あ、これすごい、これ。ローディ。ローディ。これ、なんかちょっと、化粧したこうなんかソニックとかシンフォニック、シンフォニック歌舞伎みたいな。じゃあもう日本でいう歌舞伎ロックス。オーディー、ほら、東京大阪ジャパンツアーだ、ほら、2009年。内上一番さんみたいな。あ、見た感じかな。あ、これはいいじゃないですか、トゥール。腹口着てそう。トゥール。ねえ。あ、1万デイズですね、これ。ラタララスの後のアルバムですよ、これ。おお、コールチェンバー。ロードランナーレコードでいた、スリップロットと同じレベルにいた。へぇー。ここに聞いてた。でも2万5000とか。2万5000。すごいね。すごい。女子も来たらいいね、これ。確かに。竹缶もね。うん、いいよ、これ、スリープ。あ、これかっこいい。ね、うわ、キムタクとか来てって、ワンオクロックの高とか来てそうじゃない、こんな感じで。この切れ方。で、ちょっとこう、リストカットして。あー、いいね。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい、これ。これもアルバムジャケット。ソニックユース。ね。かわいい。でもソニックスさ、二人で絵描いてるやつが有名な時があるんですけど、T シャツもよくなってる。うん。ソニックスですよね。
ソニックブームなら知ってるんだけど。ソニックガイルね。あ、これ、これいいじゃん。わぁ。まあ、なんか逆にちょっと今っぽい感じあるけど。2万9000円ですね。金髪の男の子が。フルーソフトルームね。フルーソフトルームな。さあ、来ました、これ。ニルバーナー5万8000円。おぉ。でも今日ニルバーナー来てる人何人かいたぞ。あ、いた。うん。ニルバーナーもこの業界めちゃくちゃ高いですよね、今ね。跳ね上がったのかな。すごい。あ、でもこれもいいと思うんですよ、ミスミス。これ5万8000円。X7-1000円。超でかっ。超プリントめちゃくちゃ綺麗ですね。おお。ほら、これ結構有名なんですよ。この業界パンテラも人気そうだね。はいはい。あれめちゃ好きな。最近ね、そう復活して、うん、まあ、でもギターとねドラムの人がちょっといないんですよ、これだから。あら。スポーン。スポーンってあのスポーン？アニメの。アニメのね。アメコミの。ジャイアントボディさんですね。これが2万9000円。スポーンすごいな。スポーンすごいな。スポーンすごい。マンソンね、これ。かっこいいな、これ。5万5000円。バリーマンソン。マンソンですよ。かっけえよ。この業界人気あるね。確かに着てる人見るわ。で、ラムシュタインね。ドイツの。怖っ。ラムシュタイン。有名なの。もう、まあ、いいかな。このインダストリアルロックってみたいな感じで、似てるフィギュアだね。ラムシュタインは結構癖あるんで、ちょっと聞く人選ぶかも。インダストリアルロック初めて聞いたんだけど。うん。そのちゃん。タワーマン5000とかなんかああいうね。だが9万しかわかんないわ。だ。タワーマン5000とか言ってるんですよ、なんかこういうスタティックエクスかね。あ、これも有名じゃないですか今。これ見たことあるわ。これ1万1000だと俺11万ですよこれ。これ多分全く同じの先週見たな。だから俺第1シリーズのジャケットなんですけど。着てる人見るよ。トラビスとかの人来たんじゃない？多分有名な人来たんかもな。なんか見た覚えあるもん、最近。それメタル、あ、これもいいじゃん。あー、これいいね。ね。これ全然知らない人も好きそう。ね、あ、濃い。2004年ツアー。かっこいいな、これ。めちゃくちゃ濃い。緑と赤ってのがまたいいわ。反対の色で。これ、アドアね、これ。あー。これね、何の T シャツか俺さ、これ。スマッシュパンプキンズ。あれ？聞いたことあるけど。スマパンスね。でもなんか、あの、エイトさんの、あの、香水の女の人みたいな。あ、ダンスのね。そうそうそう。いや、これそう、アドアっていう、ちょっと静かなね、アルバムですよ。スマパンにしては。最近ね、新しい女の人のギタリストを入れて復活しましたから。さあ、ゾンビアポカリプスと思ったあなたは素晴らしいですね。ロブゾンビとか来たんですね。ね、ホワイトゾンビとかね。多分、ロブゾンビって原口が好きなね。いや、すごいな、これ。宝の山だ、これ。だって、ここだけで100回いかないか。でも50万ぐらいいってもいいぐらい数ありそうな、1枚だって2万3万とか5万とかあるわけだから。メガです。色はいいね。メガの線好きはたまんないです。すげえ。あ、これ高いじゃんパンテナ。これかっこいい。これ3万5000円。これもそれじゃん。レイジャケ楽しいね。これ3万5000円。ジャイアントボディ色いいね。うん、マッカリメッセで買ったレイジの T シャツ着れねえから母ちゃんやめちゃったね。じゃあ母ちゃんコーンに着て買い物行きたいと思います。めちゃめちゃファッキーなママになってる。あ、ザ・キュアね。これもう昔のバンドですよ。これ2万8000円だよ。かっこいいよ、これ。かっこいい。あ、イチャードかね、これ。シップの。シップのシプリームだ。これまだ金言だか。ダブルタップスとかって。ああ、タップスね。あ、トーラスも含むってことちゃんと。トーラスオリアパ。トーラスオリアパ。オリアパ。結構トーラスも含むかわいいですもんね。うれしいって言うんですよ、これでもだから、もう近現代の、まあ、ステューシーもありますけど、こんだけ量を飾るのも、なかなか大変よね。この重機持ってくんのかな。え、重機もね、もうさ、ステューシー多いね。そりゃかどうぞ。一番お気に入りは？一番お気に入り？うん。ちょっと3つピックしてもらおうか、やっぱ。はい、じゃあ、原口にね、ちょっと3つ選んでもらいまして。はい、1つ目。1つ目はやっぱり、サポケーションですかね、やっぱね。かっこいいもんね。まあ、デスの、まあ、結構大御所というか、うん。ダイングフィータスとかあの辺とかの、多分同時期だったんですけど、結構大学の時聞いてたんで、まあ、思い入れがあるバンドですかね。裏面も見して。裏面もこれ。うん。ちょっとね、なんだかフォーカットに、ね、なんか忘れ物みたいな感じね。だ今結構デスメタル調のロゴはね、いろんなブランドで使ってるじゃん。確かに。まさかこんなジャケットもなかったね、昔。もう、ぐしゃ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 って書いてさ、デスだな、みたいな。デスだなって書いてあったけど、今デスだなって伝わってんのか、それ。デスみたいなのこんなあれがいろんなとこに使われてるから、すげえなと思っちゃって。で、もう一個これって。
コールチェンバーってね、この高校生聞いたんだけど、うん、これが、まあ、まあメンバーなんですけど、女性もいたりとかするんですけど、結構重いんですよ、ギターが。他の方は男性なんですけど。世界の終わりみたいな構成なんだね、人数。そうそうそう。まあやっぱりね、トゥーですかね。これがやっぱり。いや、俺もね、一番これ原口来てそうだと思った。そうでしょ。うん。そう、一万デイズってね、だから俺が大学の時かね、空色デイズだったら知ってるわ、中川翔太の空色デイズね、空色デイズは知ってる。うん、まあ時点でやっぱり、まあ、パンクラスだ、ね、これですね。なるほど。ちょっと小さいですけどね、だファービヨンドドライブ頭蓋骨に出てるんですかな。うん、なんかパンティラの日本の題名がまた面白くて、ソフトバンクみたいな、うん、名前とか、なんか変なの。まあどうしてもその T シャツたちが欲しい方はトーラスに。そうですね、トーラスさんに来てくるんで、うん、それか問い合わせしてみてください。そうっすね、はい、はい、いいですか。え、終わり。終わり言うてね。かっけえな。